原案では宣言が解除された地域でも感染防止のための対策を継続する必要があるとして、人と人との距離の確保やマスクの着用など専門家会議が示した新しい生活様式の定着を求めています。また不要不急の帰省や旅行など宣言が解除されていない地域への移動は避けるよう求めているほか、3つの密のある場所への外出は避けるよう呼びかけています。また原案では宣言を解除する際の基準について、感染の状況、医療提供体制、そして監視体制の3点を踏まえて総合的に判断するとしています。政府関係者によると、都道府県別に直近1週間の累積感染者が10万人あたり 0.5 以下になることなどが目安になるということです。政府はこうした目安や知事の意向などを踏まえて解除を検討していますが、複数の政府関係者によると、特定警戒都道府県以外の34県に加え、特定警戒都道府県の茨城県、愛知県、岐阜県、福岡県についても明日解除する方向で最終調整しています。さらに京都府や石川県についても解除できるか慎重に検討していて、政府は明日正式に決定する方針です。